秋山の立ち上がりはこれ今日は実に見事でした。安定感がありました。まず尾形をいい当たりのセカンドゴロ、熊谷から片山に送られてまずファーストアウトを1球で取りました。続く2番は西尾、見逃し三振、3球三振、3球勝負でした。立ち上がりからよく腕が振れている感じもありました秋山の投球です。一方1回の裏、高山がいきなり先頭打者ホームランも見せました。これで1点を取るスタート。昨日無得点に終わりましたところ、いきなり高山がスコアボードに1を刻みました。3回のピッチングです。水谷をサードゴロに三振と、この落ちるボールも冴えました秋山の投球です。今日は三振も取れるピッチングを見せました。4回の表、ここまでヒットなしでセーフティーバントプッシュ気味に尾形が見事に決めまして、初安打でギリギリセーフの出塁ということになりました。送りバントで二塁に進んで3番の上林をセンターフライに、板山の好プレーもありまして取りました。二塁ランナーは三塁に進んでワンアウトランナー三塁という反撃のチャンスを迎えましたホークス。4番のリチャードに期待がかかりましたが、秋山がライトのファールフライに仕留めまして、このピンチをゼロに抑えるというピッチングを継続しました。リチャードになかなか1本が出ませんで1対0でゲームが進みました。5回の表、ソフトバンク先頭が出ましてランナー1塁、6番のガルビスが大きなフライでしたがフェンスの手前。昨日ホームランのこの後峰井に期待がかかりました。ランナー一塁でしたが峰井がショートゴロ、643の警察だということで、この5回も得点を挙げられないまま1対0でゲームが進んでいきます。5回の裏、ノーアウトランナー一塁二塁のタイガース、大きなチャンス、前川しかし三振。今日はこのゲームに出場、そしてミエセスもヘルメットが落ちるほどのスイングで空振り三振。ノーアウト二塁がツーアウトになってスリーボールから板山狙って打っていきましたが、セカンドゴロでこのノーアウトランナー一塁二塁のチャンスを得点に結びつけることが残念ながらできませんでしたタイガース。さあ6回の表に入りまして、水谷がチャンスメイクの、チーム2本目のヒットは初の長打となりまして、ノーアウトランナー2塁、1点を追ってのホークスの攻撃。今日も水谷がムードを作ります。そしてラストバッターの勝連が送った後、ワンアウトランナー3塁でトップの尾形、1点を追ってどんな仕掛けがあるかというところ、国保監督は尾形に打たせました。左中間へ運んだ打球はミエセスへの犠牲フライとなりまして、1対1の同点に追いつきましたホークス。6回の表についに1対1の同点、好投の木村に応えるように打線が追いつきました。7回の表、ワンアウトランナー1塁2塁で打球が面白いところに飛んだんですが、板山が追いつきましてツーアウト。粘りの投球を見せます秋山。さらに今日当たっている水谷は三振に終わりまして、このピンチをしのぎました。7回の裏、先頭がこれ変わった渡辺裕樹が悪送球としてしまいまして、打ち取っていた打球ですがノーアウトランナー二塁、熊谷の出塁を許しました。さらにデッドボールでランナー一塁二塁から2番の小畑、バントケースで決め方だったところ、このバントが決まりませんでした。送球も危なかったんですがアウト、ワンアウトで、さあ今度また3番4番、
前川ミエセスというところに期待がかかりまして、ワンアウトランナー一塁二塁のチャンスが続いてきましたが、ここは得点なし、8回の裏に進んで一塁にランナーを置いて、これが決勝打になります片山のタイムリーツーベースヒット、2対1と均衡を破りました。ようやく得点を挙げることができました。さらには代打の野口、今度は左中間に運びました。これも抜けていきまして長打となりまして、この回2点目、3対1とリードを広げます。さらにトップに変えて途中出場の山本がツーアウトからセンターに返しまして、この回3点目、4対1とリードを広げる形になりました。そして最終回9回のマウンドに弱さを送りました、実戦に向けて打者3人で最後はデスパイネをレフトへのライナーに取りまして、今日は最速152キロまで出ました。フォークで、空振りも取りました、3人でピシャリと抑える、セーブシチュエーションで上林、リチャード、デスパイネという中心のバッターを抑えるという今日の投球内容と。